皆さんこんにちは。こんにちは。今日は単語の、セイムフットからターニング5ステップの踊り方について説明したいと思います。早速行ってみましょう。ワン、ツー、せーの、スロー、エン、クイック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 、スロー。ワン、ツー、せーの、一、二、三、四、一、二、三、四。はい、一度踊らせていただきました。このセイムフットからターニングファイブステップ、まああれですね、かっこよくできたら嬉しいですよね。はい、まあ、これはもう単語だったらぜひとも取り入れたいフィガーの一つだと思います。だいたい多くの方はスロアウェイオーバースウェイとか、切り返して、まあ、ピクチャーポーズからセイムとして5ステップでコーナーに、使うっていう方が多いと思うんですけども、このステップでよくある症状っていうのはやっぱり巻き込むとかなぎ倒してしまうとか、そういうことが多いと思います。男性であれば、今みたいななぎ倒すということなんですけど、女性であれば、反り返ってこう立てなくなっちゃうとか、あとは離れてしまうとかね、いろんな症状があると思います。まあ、いろんな症状を、お見せしてから、改善点の方やっていきたいと思います。まずはじめによくある症状はセイムフットになりました。ここから大きく見せたいって意識しすぎて、女性が、この後出る2歩がでかすぎて男性と離れてしまうっていう、こういうパターンですね。はい、で、崩壊してしまうっていうパターンが一つ。もう一つはセイムウッドをしました。ここから、女性の、回り込む外回りの女性を、男性は待てずに男性が振り回しちゃう、こういう感じですね。振り回しちゃって、5ステップに最終的に行けないという形が2つ目。そして3つ目はセイムフットに入って、かっこよく見せたいって意識が強すぎて女性がこの5ステップのこの入りですたくさん反りすぎちゃう。で、踊っているっていうのも、支えてあげなきゃっていう男性になってしまう。この3つがよくあるパターンだと思います。はい、今の3つの症状が、よくある方は、この動画を見て、参考にしていただけたらなというふうに思います。まずポイント1つ目は、回転の大きさですね。回転の大きさ、これをちょっと説明したいと思います。0、2、3、4、セイムウッドに入りました。ここから、女性がターニング5ステップに行くんですけども、先ほどの症状はこの2歩ですね、1歩2歩がでかすぎて男性と離れてしまうっていう症状が、原因として挙げました。このターニング5ステップは、フィガーの中ではそんなに大きく進めるフィガーではありません。大きく進むっていうよりかはどちらかというと男性と女性のこの入れ替わりがとても重要になると思います。なので女性はセイムフットが終わったら5ステップで向こうに行かなきゃっていう意識よりかは男性の後ろ側に回り込んであげるっていう感覚があるといいと思います。で、男性は男性でその女性が回り込みたいって思うのに対してこう通せんぼしないように気をつけてください。はい、通せんぼしないように、むしろ左側のボディが回転をしてあげてどうぞっていうふうに譲ってあげた方が5ステップはとても小回りが効いて踊りやすいと思いますので、男性は誘導、女性はその誘導された方向にラウンドしてあげるというのがとても重要になると思います。ワン、ツー、せーの、スロー、とクイッ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 クスロー、ワン、ツー、せーの、スロー、とクイッ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 クスロー。
はい、続きまして、2つ目の原因、巻き込むっていう症状なんですけども、これもどういう症状が起きるかというと、組んだ状態から0234セイムットが終わりました。ここから、男性は女性をこちらにやりたい、誘導してあげたいっていう気持ちが強すぎて、こちらのホールドとかを置いていってしまう、はい、要は自分の体だけこういうふうに俺はやってるんだっていう、俺はリードしてるんだとか、こうやってやった結果、男性の体を女性が通過することができないんですよね、うん、なのでそのまま行ってしまうと、なぎ倒されるとか引っ張られるとか先に行かれるっていう症状が出てきてしまいます。ここのターニング5ステップの最初の部分っていうのは男性が内回りになります。内回りの人は比較的遅れても多少間に合いますので、感覚的にはですね、セイムフットが終わったら男性は自分の体の前を女性が通過するぐらい、まあ、こういうふうに逆の方向になっていいってことですね、はい、通過するぐらい待ってあげてからその後にターンしても遅くはないので、引っ張ってるなっていう男性はぜひとも待つ、まあ、待つイコール止まるっていうわけではないですけども、こちらへどうぞってたくさん女性を男性であれば左側に誘導してあげてから5ステップの方に入ってあげるっていう練習をしてみてください。ワン、ツー、せーの、スロー、クイック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 、スロー、ワン、ツー、せーの、スロー、クイック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 、スロー。はい、よくある症状3つ目は、第一クイックの時に女性が思いっきり反ってしまう、はい、それを男性が倒さないように支えてしまうっていう方が多いと思います。でもこれは決して悪いことではないと思っています。僕たちはそれは女性がそこまで反れる度胸があるので、僕たちはそれを買いたいってことですね、はい、それは別にあっていいですよってこと。ただその上がそこまで行くんだったら下半身も同じぐらい使っていますかっていうのがとても重要になると思います。よくある症状をお見せしたいと思います。組んだ状態からワン、ツー、せーの、セイムットになりました。ここから大きくパフォーマンスしたいとして、女性がここでグーって反るんですけども、ここまで行くと男性はうーやばいと思って支えなきゃってなっちゃいます。はい、この女性のたくさん反る行為は悪くないんですけども、できればワン、ツー、せーの、セイムフット行きました。ここから5ステップ入ったここで女性は頭だけではなくてこの腰回りですね、腰回りもぐーっと引いてあげる。感覚的にはですね、こう空気椅子のようにふーっと、ちょっとでっちりさんって言った方がいいですかね、こういう動きがあるとここの空間が生まれて男性も動きやすくなります、はい、なので腰がぐいっと入った状態のままで上だけ行かないように、頭がもしそこまで行くんであれば股関節も全部使ってあげるっていうのがとても重要になります。ワン、ツー、せーの、スロー、クイック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 、スロー、ワン、ツー、せーの、スロー、クイック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 、スロー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はタンゴのターニング5ステップをご紹介させていただきました。ポイントは3つですね。小さい円を意識して踊りましょう。男性は内回りなので女性が通過するのを待ってあげましょう。これが2つ目ですね。そして3つ目は女性の大きいアクションは悪くはないので下半身も同じぐらい使ってあげてくださいというのが、重要なポイントになると思います。どれか一つでもね当てはまるっていう方がいましたらぜひとも練習してやっていただきたいなというふうに思います。それでは皆さん頑張ってください。